なんか統一教会の問題でいろいろともありますけども、辞任ね、第1号となった山際大臣が、今度はこの新型コロナ対策本部の、本部長に就任という形で、この山際大臣ってやつね、物忘れが激しいことで、有名になりましたけども、その人に人の命を預けるという形で、これもね、どうなるかという形で、この海外とかでの講演とかもすぐ忘れるって形で、この普段のコロナに関するね、会議とかやったら秒で忘れるのかなって形なんでしょうけども、もうね、なかなかね、この辺は統一教会と手を切る気がないことが伝わってくるというか、引き受ける方もね、引き受ける方なんだけども、統一教会に関してはね、文書とかでも書かれてましたけども、ハン・ハクジャ総裁が2008年から2011年までにかけて、ラスベガスでね、64億円ギャンブルをして、9億円ほど、損失を出したって形で、これ信者から集めたお金をギャンブルに使うっていうのもありえませんけども、ここまで来るとね、ギャンブル依存症ちゃうかなって形ではありますけども、逆にこのカジノ側からね、もしかすると大立てられてね、素晴らしい書き方ですねみたいな感じで、それで褒められて、ハン・ハクジャ総裁がマインドコントロールされてね、カジノをやりたくなって依存症になったのかもわからないですけども、なかなかね、この洗脳する側が洗脳されてるって形で、思いますね、なんか笑っちゃいますけども、実はこの税金を払うにあたって、カジノに収支報告書を発行させてるってことで、このリストっていうのは、このアメリカの12カ所の、カジノごとの勝敗とかが記載されていて、このすべての、このラスベガス施設に通ってたって形ですね、国外の教団幹部12人の勝敗記録っていう形で、約9億円の損失を出したって形でね、統一教会の信者も自分が借金してまで献金したお金が、こういった形でね、カジノに使われていることを知って、ムカつくでしょうね。いや、どうなんでしょうね。だから、マインドコントロールが解けないから、ムカつきはしないでしょうけども、いいかってなるんですか。ただ、この家事をやることに関しては、サタンではないということなんでしょうけども、神頼みが通じなかったのは間違いないということで、ちなみにこの政策協定に関してはね、副大臣が3人出てきて署名してましたって形でね、推薦確認書の署名って形で出てきてね、どうもこれはその統一教会側から立候補したということで、今後はね、閣僚クラスも出てくる可能性があるっていう形で、鈴木エイトさんが語っていましたけども、この政策協定に関してはね、統一教会からのリークだろうっていうことで、解散命令に持ってきちゃったら、今度はね、大臣クラスの政策協定の、名前を出すぞって形で、脅してきてね、その辺で、おそらく萩生田さんを脅してるんでしょうけども、そういったのがあったからなのか、立憲民主党とかね、維新の会とかに、協力をお願いしたのかは分からないですけども、この被害者救済のための新法とかも、今国会での成立が難しいって形で、見送りですもんね。見通しを発表して、で、立憲民主党の安住国対委員長がね、それを発表してましたけども、これに関しては公明党が慎重っていう形で、当然自民党も慎重なんでしょうけども、そんなことは最初からね、分かったことなんだけども、そういう形で、言うことを聞いちゃってるって形なんで、公明党に関してもね、自民党に対して圧力というか、この憲法9条を持ち出すんであれば連立を離脱って形でね、この弱ってる自民党に揺さぶりをかけてるって形ではありますけども、憲法改正の、ほとんどがこの統一教会と一致してるって形で、ちなみにこの宗教2世に関してはね、インターネットとかでアンケートを取ると、創価学会が428人でエホバの証人が168人でね、統一教会が47人回答してくれたんですけども、それでこの信仰を理由に家族から、その恋愛とか交友関係を制限されたっていう回答には、エホバの証人と統一教会が8割いたって形で、すごい、確かにそう言われてみたら、創価学会の信者とかに関しては、学校に通っててもなかなか分からないというかね、ありますけども、このエホバの証人とかに関しては授業に出れない授業とかもあったりとかするんで、気づいたりとかするって形でね、そういった意味では創価学会に関しては、そこまで問題ないかも分からないけども、ただこの高額献金に関してはお金を多く出した人が目立つようなシステムになっているので、それもね、献金上限とかだけにはやってほしくないみたいな感じで思ってるのかも分からないですけども、いっぱい出せないと。そうですね、ちなみにこのエホバの証人に関しては8割が家族から体罰を経験しているという形でね、この辺がその児童虐待になるんちゃうかなという形では思うんだけども、この物心がつくまでね、宗教を強制するというのもどうかなという形で、この辺がね、どうなっていくのかもあるし、ちなみにこの三浦瑠麗さんに関しては、高額献金はね、競馬で吸ったのと同じって形で炎上してましたね。炎上してましたけどね、この親がギャンブル依存症で家庭崩壊するケースとかもあるんかも分かんないですけども、そうだったらね、それはそれでギャンブル依存症の対策も必要だろうって形の議論でもなるし、それと競馬に関してはね、一応その政治資金には
特にまあ繋がらないんちゃうかなっていうのもあるし、はいはいはい、高額献金はまあ政治資金に繋がっちゃってるとかですよね。うん、まあ、それにこのギャンブルだからこの政治になってからしかできないし、まあ、自分の判断でやってるけども、この宗教の場合っていうのはこの正体を隠してまあマインドコントロールをしてね、まあ、やるとかして、まあね、まあ、その一応ね JRA とかではまあギャンブル依存症対策として、まあ、相談窓口とかも紹介したりとかね、はいはい、まあ、家族が入場規制とか購入制限とかもまあ申請することができるようになっているという形で、うん、ただまあこの宗教に関しては親族でもね献金制限とかもまあできない状況という形で、まあ、この辺がね今後その統一教会に関してはまあどう話し合われていくかという形なんですけどね。まあほんまね、まあ、ちなみにこのアクション5歳と佳子様がまだこの全国障害者スポーツのイベントにまあ出席されていてね、うん、まあ、このフジテレビがまあ動画ニュースとかでも扱っていて、佳子様がね大会を支えるまあボランティアと手話を交えて交流されたって形でね、されてて、まあ、動画見てみたら、紀子様のことはね、手話してるんだけでもなんか無視されてたって形で、で、実はその紀子様の横にもう一人なんか手話してる人があって、うん、まあ、その人のことをずっとね、まあ、見てたというかね。ああ、しっかりできる人、うん、そうですね、まあ、そのもう一人の方の手話の方ばっかりまあ見てたって形で、うん、それで紀子様の手話一切見てなかったって形で、まあ、これはまあパフォーマンスというかね。分かりづらいんですかね、手話が。まあ、その別にこれ、紀子様が手話ができないわけじゃなくて、紀子様はこの初心者向けのこの日本語対応手話がまあできるのかなって形で、はい、まあ、これはこの途中からね耳が聞こえなくなった人向けのまあ手話なんですけども、うん、まあ、それをその日本語とリンクしていって、まあ、初心者向けの手話って形でね、はいはい、まあ、それマスターしてるのかも分からないですけども、うん、まあ、もう一つはこの日本手話っていうのがあって、これはその先天性とか幼少期とかに耳が聞こえなくなったまあ老化した向けの手話でね、はいはい、まあ、おそらくまあこちらの方が重要があるのかなって形では思いますけども、うん、まあ、今回の相手もこの日本語対応手話ではなくて日本手話の方しかまあ分からないって形でね、あ、まあ、その辺でこのまあもう一人の方の手話をずっと見てたのかなって形で、紀子様のは何もよく分からなかったんですね、見てても。そうですね、だからまあその通訳の通訳というか、まあその手話のよく分からないですけど、まあ一人の通訳をまあ見てたって形で、はい、だからもう一人の手話とまあ紀子様の手話はまあバラバラだったんで、うん、紀子様の方が、まあ、日本語対応手話でね、まあ、もう一人の方が日本手話って形で、はい、まあ、その日本手話の方ばかりまあ見てたって形で、まあ、もしかしたらまあ日本語対応手話の方もね通訳がいるかも分からないですけども、うん、まあ、こんなことをするからね全部まあそのパフォーマンスみたいな感じで疑われるんだろうしね、ほんまね、まあ、実際にこの全部パフォーマンスなんでしょうけども、うん、この手話のパフォーマンスをするためにこの別の手話の通訳を雇って、まあ、無駄な費用がかかっているって形で、はい、まあ、こういったイベントとかにこの皇族が顔を出すってことはいいことだと思いますけども、パフォーマンスの道具にね、まあ、しないでほしいなって形で、ありますけどね。精力的に動いてはいますけど批判の声しかないですから今のところ。そうですね、うん、ちなみにこの女性自身とかでは上皇ご夫妻の記事とかも書いてましたけども、はい、日課だったこのキリスト教の音読から習慣が変わったってことで、うん、まあ、キリスト教の方を熱とこれまでは習慣としてね音読してましたけども、はいはい、まあ、これはその30年前から毎朝このキリスト教の小説とか文章とかを音読されてて、うん、それがこの最近は学習院初等科の高校の教科書を音読するようになった形で、おいおい、まあ、しかもこれがね学習院初等科っていうのがちょっとまあ引っかかりますけども、うん、まあ、普通にこの小学校低学年の高校の教科書っていうことで、今この上皇ご夫妻の日課が、まあ、高校の教科書を音読って形でね、一応これはその認知機能低下を、まあ、少しでもまあ回復させるためって形で高校の、まあ、初等科のね小学校の本とか読ませてるんでしょうけども、うん、ただまあその小学校の教科書っていうのも、まあ、昔の教科書で、まあ、この終戦を終える前の教科書だからね、かなりこの軍国主義的な要素が強いって形で、はいはい、まあ、これもなんかちょっとまあ安倍派閥とかまあ統一教会とかその辺がね、まあ、関係あるのかなって形で思っちゃいますけども、何かしらね、うん、まあ、この軍国主義を褒めたたえる内容で、まあ、当時の社会情勢についてまあ話し合われてるって形で、はいはい、これもねキリスト教の本をね音読やめたのはまあいいと思いますけども、またこの本のチョイスっていうのがまあ独特というか、まあどうなのかなって形で、ほんまね、まあ、ちなみにこの愛子さまに関しては今日ねその雅楽の演奏会を初めてまあ鑑賞されるって形で、はいはい、まあ、この日本のねこの伝統芸能っていうことですけども、まあ、そこにまあ佳子さまも一緒にまあ鑑賞されるって形で、うん、まあ、これもまあ佳子さまもアピールなんかなって形でまあ一応このセットでね鑑賞したらまあ叩かれないだろうってことで、あ、まあ、それは考えたんでしょうけども、はいはいはい、まあ、これもね佳子さまみたいに、まあ、愛子さまのね衣装とかを真似することはないと思いますけども、被らないようにね、まあ、メディアとかもね、まあ、どんな報道の仕方をするかって形で、うん、まあ、当然これは愛子様に声援が飛んでもね、
まあ、お二人に声援が飛んだみたいな感じで、まあ、そういう形の報道にするのかなって形ではありますけども、まあね、まあ、カッコさんもね、自分に興味があるダンスだけ見とけばいいんじゃないかなって形ではありますけどもまあ、この間はね、カッコ様もなんか全日本全日選手権とかの、まあ、見られてね、うん、今回もまた表彰式を、まあ、見ずに退場したって形で、あ、そういったコメントもありましたけども、うん、まあ、この画角に関してはさすがにね、まあ、途中再生はないだろうけども、まあ、この辺がまあ祈りも許せずに、まあ、最後まで見れるかなって形ですねまあまあ来月誕生日だし、そこで電撃校もありえるかもって言われてますから、精力的にねアピールでいろいろ言ってますけど、まあ、疲れてるかもしれないですね、ちょっと。そうですね、うん、まあ、最後このアクシメゴスさんに関してはね、日本青年館の、まあ、創立100周年記念式典にまあ出席をされたって形で、はいはいはい、まあ、日本青年館が大正時代にね行われた明治神宮の造営を手伝うために全国から11万人の青年が集まったことをきっかけに設立されたということで、うん、まあ、それでも各地の、ね、民族芸能の保存とかにも取り組んできたって形でね、はいはいはい、ただまあこの明治神宮外苑の環境破壊が行われているわけだから、まあ、そのことについてもね、まあ、触れてほしいなって形ではありますけども、まあね、まあ、こちらの方もね、この民族芸能の那智の田楽がね上演されたって形で、はい、まあ、こっちの方にはこの佳子さまは同席しなかったってことで、うん、まあ、やっぱまあ興味がなかったのかなって形でなかなかねまあ一緒に降りたくないっていうのもあるんでしょうけどね、秋篠宮ご夫妻と。まあそうでしょうね、仲悪いと思いますしね、うん、まあ、秋篠宮さまはねこの式典で、まあ、公益活動に取り組まれて、まあ、地域とか社会の担い手をまあ輩出してくれることをまあ期待しておりますって形で言ってましたけどね、はいはい、ただまあその裏ではこの小室さんについてはまあ不正をしまくっているって形で、あーねー、まあ、そんなことをしてやってね、よく言えるなって形ではありますけども、うん、まあ、なかなかね今その秋篠宮ご夫妻もまあ、夫婦仲っていうのはどうなってるのかなって形で、はい、まあ、昔はね結構まあ離婚寸前みたいな感じで言われていてねまあこの皇族の間とかではまあどこの宮家よりも秋篠宮家が毎日喧嘩してるイメージって形で言われてて、うん、まあ、こう実際この佳子さまの小学校卒業式の時にも秋篠宮さまはね、タイに私的な旅行って形で、まあ、清華様が一人で出席みたいな感じになってましたけども、はいはいはい、まあ、これもやっぱ二人のね離婚せずにつなげておいてるものがあるとしたら、まあ久しさまぐらいかなってことで、なるほど、まあなんか大抵ね、なんか子供が成人するまではみたいなね、夫婦なんか冷め切っててもやる人も多いですから。そうですね、今言ったら18歳久しさまが18歳まではとかあるかもしれないですね。ただまあ昔と違って、まあ、今は不正をしたらね予託とかも取られて、まあ、逃げられないしね、うん、まあ、SNS とかにもまあ証拠が残っちゃうって形で、まあ、今後ね、まあ、どうなっていくかなって形ではありますけども、うん、まあ、ちなみにこの最近はね天皇皇后両陛下の話題とかもまあ増えてきて、はいはい、まあ、この間このイギリスに行かれて、まあ、国体とかにもね行かれて、まあ、さらにこのドイツのまあ大統領夫妻ともまあ会われたって形で、うん、まあ、このドイツの大統領夫妻に関しては、まあ、天皇に即位された儀式とかにもまあ参列をされていてね、それで、まあ、あの今回サッカーの話題になってね、ワールドカップのサッカーの初戦が日本とドイツって形でね、まあ、そういった話題とかも飛び出したりとかしてね、うん、まあ、この雅子さまはこの6カ国が話せて、まあ、ドイツ語もできるってことで会話が弾んだって形でね、はいはい、まあ、今度はそのドイツにも来てくださいねって形で、喜ばれたみたいですけども、うん、まあ、この雅子さまに関してはねハーバード大学時代とかね少し学んでたってことで、ただまあそのクラスの誰よりもこのドイツ語が流暢で、まあ、そのドイツ語学科を卒業した学生よりもレベルが高かったって形でね言われていて、うーん、ただまあこれに関してはねニュースとかでは、まあ、テレビとかであんまりね報道しないって形で、まあ、その割には小室家への合格報道とかには時間を割くって形でね、まあ、ただこの報道協定が破られたことで、まあ、どんどんね、まあ、そういった情報がまあ出てくるのかなって形ではありますけども、まあ、突撃してねインタビューしても、まあ、前みたいにガン無視はしてくるでしょうから、ね、なんか何かしら声を聞くことはできないんでしょうけどね、小室家さんとかね。そうですね、これまでのこの報道の窓口っていうのがまあ総領事館だったっていうところでね、はいはい、まあ、これもおかしいですけども、まあ、小室家だったら普通はね仕事の勤務先の広報とかになるんでしょうけども、うん、まあ、ただねこれからの報道とかで、まあ、小室圭とかね、眞子さんの歩く少し後ろをね、SP がゾロゾロって形で、まあ、ついていく姿とかも、まあ、報道されてくるかも、まあ、分かんないですけども、はい、この辺がね、まあ、どうなるかって形で、うん、まあ、一応まあ日本からね、警察官が出向で行ってるわけだから、どうでも SP なしのわけないしね、まあね、これはどうなるかなって形で、はいはいはい、まあ、ただね、日本の報道機関にはまあ完全無視を決め込んでね、ただこのデイリーメールに関してはニコニコとしているって形で、はい、やっぱりまあこの辺に関してはまあお金を払って、まあ、都合のいい報道をまあさせてたのかなって形でまあそれでまあ日本のテレビ局とかもね、まあ、どこもこの小室家を称賛しているんで、まあ、それもね、まあ、メディアとかも買収してるのかなって形ではありますけども、確かにおかしいですもんね、報道の仕方。そうですね、うん、まあ、この NHK はね、秋篠家の公務は報道するくせに、まあ、天皇皇后両陛下の、ね、報道とかほとんどしないし、はいはいはい、まあ、一応まあ次の NHK 会長にはこの貧困調査の前川喜平をまあ押す声が、ね、まあ、上がっているって形で、うん、まあ、これに関しては秋篠様もまあタイへ、ね、貧困調査しているんでまあお仲間かなって形ではありますけどもちなみに、ね、その皇族がこの外国へ行かれる時っていうのは外交旅券とかで、まあ、茶色のパスポートとかで、まあ、閣僚とかが渡航する時もこのね
パスポートを発行するようですけども、うん、まあ、このパスポートね、5種類あって、まあ、5年と10年のパスポートと、まあ、国会議員とかね、公務員の公用旅券と、まあ、在外公館の緊急な場合の緊急旅券と、まあ、それでまあ外交旅券という形であるということで、はい、まあ、実はこの小室圭もね、眞子さんがレスター大学から帰国をする前に、まあ、1ヶ月間このヨーロッパ旅行をまあしたという形で言われていてね、うん、まあ、そこにこの小室圭もいたという形で言われていてね、はいはい、まあ、ここでもその6000万円のまあ婚前旅行という形で言われてましたけども、はあ、まあ、この時もね、外交官のパスポートだったんちゃうかという形で、まあ、安住さんも言ってましたけども、うん、さらにこの外務省が帰国してからまあ取り上げようとしたら、まあ、小室圭はね、応じなかったっていうことで、はい、まあ、もしかしたらこの外交パスポートをずっとまあ持ったままなのかなって形で、今もそうですね、まあ、外交パスポートっていうのは一回きりなのか持ってる限り何年でも有効なのか、まあ、それはよく分からないですけども、うん、まあ、一応まあ10年パスポートがあるぐらいだから、まあ、ニューヨークに行くときももしかしたらそのパスポートが有効だったのかなって形でね、はいはい、疑っちゃいますけども、特別待遇すぎる、うん、まあ、なかなかね、このデイリー新潮とかでは小室圭の次なるステップって形でね、まあ、宮内庁の動き出したって形でね、まあ、シミュレーションとしてまあ記事になってましたけども、はいはい、まあ、この小室圭がね合格をして、まあ、次はおめでたって形で、まあ、妊活っていうことですけども、うん、まあ、妊活してこのニューヨークで出産か里帰りして出産かっていう形でね、はいはいはい、なってましたけど、まだねこの正式に今弁護士になれたわけじゃないんですけども、まあね、まあ、しかもねこの一般人になった眞子さんに宮内庁がまあサポートを継続する必要がまああるのかなって形で、うん、まあ、この眞子さんに関してはこの昨年渡米前に複雑性 PTSD を公表ということで、まあ、この皇室への批判とかアクション権に対するきつい風当たりによって、まあ、ニューヨークでの生活を願望っていう形で、まあ、1年経ったぐらいでね変わるとも思えないから、はい、まあ、里帰りの可能性は低いかなって形で、書いてましたけども、一応順調にいったら来年の1月に弁護士になるので、なったらなったでまたもっと忙しくなるから、それまでに、まあ、来月12月とかに帰ってくるかもしれないとは言われてますね、帰るとしたら。そうね、うん、まあ、ただまあその前にね複雑性 PTSD で、まあ、妊活もできないし、はいはい、まあ、渡米もできないし ね、 まあね、まあ、日本アレルギーが、まあ、ある程度この緩和された状態にならなければ一時帰国も、まあ、規制も成立することはないだろうという形でね、あ、まあ、この辺もどうなのかなという形 で、 そうです、ね、まあ、この辺もアメリカの刑務所でもね個室で作ってもらってゆっくり生活したらいいんじゃないかなという形では思いますけども、はい、まあ、なかなかその複雑性 PTSD だったらね普通はこの薬とかも処方されて副作用があるから、まあ、子供なんてね妊娠したらダメよって形でお医者さんとかにね厳しく言われるだろうし、うん、まあ、それにこの複雑性 PTSD で、まあ、渡米もできないし、まあ、そもそもこの日本ではね正式な病気って形で認定されてない段階だったから、はいはい、まあ、日本でね診断できる医師がいないのに、まあ、そういった形で、ね、まあ、診断されたって形で、まあ、これもおかしいし、まあ、いろいろとまあ日本の方ではねこの走行距離税とかいろいろとまあ新しい税金が増えてるけども、うん、まあ、こういったところの税金を削ったらね新しい税金なんかもね、まあ、作らなくても解決するんじゃないかなって形ではありますけども、まあ、この国の税金がね裏口入学をするために使われたりとか、まあ、いろいろとねあったりとか、うん、まあ、この宮内庁職員に関してもまあ無駄にこの職員が多くて、まあ、暇を持て余してるのか、まあ、いろいろとね上皇職とかの職員とかもまあ60人規模って形で多いですね。もうすでにこの公務とかがなくて、まあ、日々の散歩とかね、まあ、食事だけなのに、まあ、そんな職員いるのかなって形で、まあ、かえってこの職員が多すぎることによって、まあ、コロナの感染リスクをね増やすだけだろうしね、はいはいはい、むしろこの早く殺したいのかって形で、まあ、感じちゃいますけども、あ、まあ、この上皇職なんかもね、まあ、5人ぐらいいれば、まあ、十分じゃないかなって形でもありますけどね。まあね、ツイッター社をねイーロン・マスクが買収して昨日までにねなんか職員を半分ぐらいなんか切ったらしいですね。そうですね、あ、そんな感じでバッサリもう切ったらいいのにねまあね、まあ、60人おってもね、まあ、5人ぐらいしかいらないだから、まあ、55人ぐらいはね切れるんでしょうけども、まあ、なかなかね、まあ、ちなみにこの現代ビジネスとかでもこのニューヨークでの家賃のことについても改めて書かれてましたけども、はいはい、家主はねこの家賃の40倍の年収を求めるって形で、うん、まあ、一般的に言うとこの小室家が年収3000万だとしたら家賃もこの5000ドルまでって形で、はいはい、そうなるとまあ大体まあ75万円かなって形で、うん、まあ、それがまあ他の週刊誌とかではね、まあ、家賃が現在まあ6000ドルでまあ88万って形でまあ紹介されてたんで、はあ、まあ、この時点ですぐにね、まあ、おかしいんだけども、うん、あ、まあ確かにまあ普通に考えてみると家賃の40倍の年収っていうのも日本の場合でね考えてみると、まあ、その家賃10万円だとしたら年収が400万ってことなんで、はいはい、まあ、そう考えるとね逆に年収400万の人っていうのは家賃10万以下のところにね、まあ、住んでる印象もあるしね、うん、まあ、そう考えるとこのニューヨークだと、まあ、3000万でも高収入ではないのかなって形で、まあね、まあ、このニューヨークにね住む人っていうのはまあシェアして住む人がまあ当たり前って形の感覚の印象というかね、はいはいはい、まあ、そのシェアする人と足した、まあ、月収ね40倍した数値が年収になれば借りられるとか、まあ、そういった感じなのかなって形ではありますけども。なるほどね、まあ、ニューヨークとかではね洗濯機とワンベッドルームがついて一番安い物件とかでもまあ4500ドルって形で、70万ぐらいするって形でね、
高い、うん、まあ、そこにこの眞子さんと2人で住むわけだから、まあ、眞子さんとしてはまあ狭いでしょうけどね、はいはいはい、もしかしたらこの2人ともね別々のマンションに住んでる疑惑とかもありますけども、まあ、まずはねこの正式にまあ弁護士としてまあ登録をされるかどうかって形で、うん、まあ、一応まあ来年の1月11日にまあ、正式に弁護士になったかどうかっていうのはまあ分かりますけどね、弁護士の検索とかでまあ分かるようですけども、うん、まあ、それまでにねこの弁護士資格がなければこの帰国するかも分からないなって形で、はいはいはい、まあ、ただねそもそも昨年の9月にはビザがあったって形で報道されてるから、うん、まあ、弁護士としてではなくてこの投資ビザとかね、まあ、そういった可能性もあるのかなって形で、はあ、まあ、この辺もね一応まあサンダラのホームページにも掲載されてるわけなんで、まあ、正式に雇ってるんでしょうけども、うん、ああなかなかねどういう形で雇ってるのか、まあ、一応まあ報道協定がなくなったわけなんでいろいろとまあ取材してほしいなって形ではありますけども、確かにね調べてほしい、うん、まあ、今後ね統一教会にしてもアクシメントに関してもどんな展開になっていくのか皆さんの予想とかもねコメントもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録まだのチャンネル登録の方もお願いします。よろしくお願いします。